キシャルズのスタンドシュートとオーデです。はい、ところで皆さん、はい、タクの家の冷蔵庫の中身全部食べきるまで終われません。なるほどですね。はい、一ついいですか。はい、タクんちの冷蔵庫の印象について。はい、体のイメージしかないの。あー、まあそうですね。それか賞味期限切れのものがたんまり、まあ企画であんまったもの奥の方に入ってるやつ。わかんないけど、冷蔵庫今日調子いいらしいっす。調子いい今日調子いいらしいっす。調子いいらしいので、まあ冷蔵庫の中身、まあ冷凍食品込み、ほう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 、もう上も下も全部食べきるまで終われないという。なるほどね。結構まあ言ってでしょ。まあ、多分3人が1時間ぐらいで終わっちゃうぐらいの量だと思うよ、普通だったら。うん、じゃあ早速中身の方を見てから大食いしていきたいと思います。それでは、いきます。ということで、はい、冷蔵庫前にやってきました。はい、なんか出てるね。ねえ、あ、なんかそちらはなんかタクさんの本人の食べ物らしくて。本人の、このまあこれでいいんじゃない。そう、あー、まあ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 、まあ、とりあえずは、まあ、見ていただいた方が早いかなと思います。出ない予感しかしないんで、ね、今の感じを見るとの。いきます。オープンザ冷蔵庫、バーン。おーおー、どうしたどうした。長男だから閉められた。どれどれ。ちょっといいですか。すごいね、調子いいね。こんなん調子いいっしょ、今日ほら調子いいっしょ。飲み物までほら見て、これラーメンもあるし。ラーメンね、これは絶対違うもんね。あ、これはあの調味料。いやー、たくんちにこんなあることはまずないです。ないよ、ありえません。パーティーだよ、あの、ちょっと、あの、一人暮らしだよ。一人暮らしでこんなパンパンに詰めてるやついねえだろ。下ね、下と言ったら冷凍庫、オープンの冷凍庫。あ、でも氷はちょっと、あの、違うって。はい、カレードリア。ほう、銀座カリーだ、まあ、これ一緒。はい、大盛りだね、これ。あー、ビッグカルボナーラ。はい、大盛りだね。大盛りただ。美味しいけど。で、ハンバーグと炒めしが2個入ってるね。あ、米か。でも、でも珍しくアイスは買ってないんだね。バカじゃん。うーん、おー。まあでも、まあ、余裕っちゃ余裕なアイスの量なんだけど、他がおかしい、ね、他がおかしいですよ。なんかこのなんかパーティーのために、パーティーだったんだ。そこのパーティーのために経費が出たらしいんですよ。僕のわざ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 、これ言っとくわ、あの1万円です。1万円これ全部。今まで危ないからスーパーで1万客は手出さなかったんだけど。いやでもその代わり、あの割高いね、あの500円とかする寿司とか、まあ、地味にね。地味にするやつはちょっとあるんで。もうこっからじゃあ始まるってことは、食べたいものをどんどん向こう持ってって食べていこうって感じ。そう、おー、もう好きなもんあるだけ、まあ、調理するものは調理してもらって。第一陣でございます。イエーイ。一品目、手作りおはぎ、うん、お寿司、焼き鳥、バナナ、チーチク、カルボナーラ、春巻き、うん、唐揚げ、そしてコーラですね。それではタクの家の冷蔵庫の全部中に消えるまで終われない企画、よーいスタート。いただきます。乾杯。勝利を祝して。ケーピー、これパーティーだから。パーケーピー久しぶりだな。つまみなんだよな。そうなんだ。エビいただきます。うまっ、うまっ、うまっ。さすがにうますぎた。うん、置いていいですか。あぁ、持てないよお前。あぁ、すごい食べたいなっていう気持ちを表現したのに。いや、ちょっと引いちゃったわよ。引いちゃった。引いちゃった、シンプルに引いちゃった今。あ、失礼失礼。彼女ができて、あーしてって言われて、あーされるよって言って、あーちょっとだお前。かわいい、でもかわいいって言ってくれよ、大丈夫。今のでもかわいいって言ってくれよ、さすがだ。大丈夫大丈夫。カンガランゲ、これあのいいやつだからね。あのよくある超文章長いやつ、検証取ってそうなやつ。そうそうそう。うん、そう、検証、検証、うん、おお、検証。うん、なんかうまっ。世界で一番おいしいちくわです。本当に言ってるの。うん、チーチク。うん、ちなみにそれ誰の感想。あ、俺。あなたの感想かい。うん、食ったらわかる。うん、食感はいいね。おお、このカマンベールチーズみたいなのがうまい。焼き鳥、あと焼き鳥どれが人。あ、そうね、一応ぼんじり、つくね、ネギマ、うわうわ、全部いいんだけど。
俺も決まってます。俺も決まってる。じゃあ名前で呼ぼう。せーの、ボンジリ。えおぉ、つくね、つくね、ボンジリネギマ。おぉ、すげえ。ボンジリ美味しいのは分かるんだけど、重いやん。うまいな、これ。うまっ、酒。あ、うん、うまっ。いただきます。すみませんね、あの、箸で食べて。だからね、ここマリモが、はい、あの、すすってくれたからすす、やってくれたからね。パスタを音立ててする人無理みたいな人結構多いらしいですね。なんかラーメンとかそばは音立てていいけどパスタは違うみたいな、なんかそういう人が多いらしいですよ。まあ、すするのは良くないよ。いや、そんなことはない。すするの良くなくない。だってそれは日本人のその良かった作法ですか。絶対今の指摘しないパターンだろ。あれ、それフッて割り物真似しようとしたんだよ。全然考えて、何にも考えてない。春巻き行こうかな。はい、春巻き大好きだから。春巻きに目がないんだから俺。うまい。どう考えてもさ、こいつ爆弾じゃね。しかもお前ら食えねえな。爆弾なんだよね。いや、おはぎ大好きだよ。え、そうなの。めちゃめちゃ大好き。知らなかった。あ、知らない。うん、泣かなかった。俺、家におはぎあったら絶対俺食う。うわ、うまっ。あー、この一挟みさ、もう必要ですわ。フルーティーな甘さ、なんか全然あるんだよね。全然あるね。次、焼いたりしないといけない。調理パートが楽しみ方ないから、あんまり。あ、薄くても、いや、米あるわ。米あるで炒めしやるし、ね、そうだわ。さあ、唐揚げ買います。入ってた。え、バナナこんな食ってんのに。いや、ハギ食ってるし、カルボは生じたし、ちょこっとやん。寿司食ったし、あいつやほぼ食った。うわっ、チーチー食った。おいおいおい、やめてくれよ。世の中争いなんてなくなればいいのということで、僕が食べます。さあ、今日の100はこれで終わりというわけで、冷蔵庫の中に入ってる食べ物、食べたいもの食べよう。終わり。そう、ぬりー。はい、食べました。はい、じゃあ2人目は料理系。2人目は、そうだね、肉食いたい。うん、俺も油そば食いたい。おお。ちなみにチャーハンは後輩残すの。チャーハン食わない。チャーハン食わない。食わないです。いいんだ、それで。チャーハンは食いません。ダメです。あてってれらってってってらって、うーまぼう。さあ、マルモの掟の懐かしいシリーズを真似したという。最近マルモブーム来てんの。あ、そうだよ。あ、そうなんだ。マンボウブーム。マルモ、マルモ、マリモの、マルモじゃねえ、え、マリモ、マリモの、マリモ、あれ、あれ、マリモ、マリモ、マリモの掟、マリモの掟だっけ。マリモ、マリモの掟はなんか緑が出てきちゃった。ダラダラ、頂点の一杯、油そば。プリッパリッジュは粗挽きポークウインナー。牛ホルモン、ホルモン、ハットステーキ、アメドです。今日から俺もアメドって呼びます。メンチカツと特大エビぐらい、白飯。あ、待って、納豆入ってたから。では、あ、納豆もあるよ。じゃあ納豆食わないで白米だけで食えってことだ。ごめんなさい、オカメ納豆の極小粒。どうしよう、どうしよう。なになになに、タイマーが逆に上ってる。え、じゃあそれはお前知らんのか。お前設定しないで佐藤と登っちゃうの。無知って恥ずかしいね。3分スタート。元元今日スタート。あ、3分になったらピリピリって言うのかな。いや、そんなことないの。サポーチ。あーあー、こっちか。結局翔ちゃんが一人でやってんじゃねえか。ほっ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 。お、ちょうどいいやん。これ、お湯で温めないといけなかったらしい。仕事の時は、いいんだ。はい、どいてどいて、どいてどいて。オッケー。はい、まあ普通に油そばだけ。それは君の先輩にとって。これ全部俺なの。え、そうでしょ。だってまだ言ってるわけ。何を言ってんだ。あんた一人で食べるからあんたが作ったんでしょ。そうだよ。ちなみに僕はカメラマンなので食べなくていいんです。いや、カメラマンなので食べなくていいんです。逆にいいんだ、これで。それは食べて。優しい。じゃあ食べましょう。いただきます。いただきます。いただきます。あ、うまいな。うん、でも俺もコーラはいらないな。じゃあオレンジジュースか。じゃあすみちゃん飲んでる。あ、それ。ちなみにこれはご飯食いながら。じゃあすみちゃん飲めるの。あ、全然飲める。あ、飲めるんだ、それは。
じゃあご飯食いながらハエタ飲めんの？やったことないけど。アクエリアス飲むやつに言われたくねえよ、飯食いながら。アクエリアス飲めんなら何でも飲めんだ。いや、アクエリアスはぬるいだろ。何時間かけてもいいんでしょ？あ、いいだよ。ってことは5時間休憩してもいい？あ、いいだよ。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 エクレア。エクレア。もう盛るね。ダメだ、もう天国に来ちゃった、これ地獄すぎる。ヒューテンション上がんないね。なんかテンション上がることしたいな。例えば、なんか可愛い子が目の前に来てくれて、単純単純、言うと思ったけど、お金がいっぱい降ってきた。単純単純、わかりやすい。100万再生1本取れた。あ、いいことだ。急に急におみこしが現れたり。あ、ちょっとそれ翔ちゃんだけだよな。あるっしょ、今年は、さすがに。どうなのね、諦めてるよ、俺は。なんかもうこのままこの文化なくなってくんだなって思ってる。マチンの文化3年連続なくすはさ、その業界の人ちょっとかわいさすぎるよね。クデンハウスにいた時に。いや、あれだけ。あ、1回だけあったのか、クデンハウス。うん、あれ2回じゃない？ 1回、あ、2回、2回あるわ。あ、2回だ。懐かしい思い出だったけど、もう2、3年前。23になります、今年で。23? 来年は24です。そしてその再来年は25、アラサーです。そう考えたらアラサーまでやってもね、あっという間だね。まあ今年含めて3年間役から逃げ続けないといけないでしょ、俺ら。え、役って3年続くの？前役、役だし、私は前役24で翻訳、翻訳で、25が後役。何やそれ。いや、もう3役やん。そんな俺信じねえよと思ってたよ。でも翔ちゃんが明らかにさ、そうなんだよ、ね、パソコンが壊れてるしさ。コロナあります、コロナ治って1回目の撮影で車がぶっ壊れますって言いましたね。で、その後詐欺の映像になります。ああ、そうだね。で、パソコン新しくアトロイターで設定してる時にヤマトが飛び乗ってキーパーとかぶっ壊れます。ヤマトのせいなんだ。この1ヶ月で4個なことがあるって結構、あの、マジでちょっとお払い行った方がいい気もするのよ。ここまで来ると信じがたいよね。いや、信じがたい。信じちゃう。あんま気にしちゃいけないなと思ったけど、パソコンで俺ガン慣れしたよ。あんだけね。俺ダメだ。ヤマトには切れてないんだけど、悪気があったわけじゃないじゃん。だけど、ガン慣れ。パソコンが壊れたことじゃなくて、俺ダメだ。もうダメだって。あんまほうがいい。はい、うん。てかもっとキャベツとかさ、野菜系欲しかったわ。で、イケア選んじゃうあたり、まあ一人暮らしだもんっていう。その俺よく正気のね、お父さんとかね、お母さん見る。うん、今日も撮影の買い出ししてる時にお父さんとお母さん、え、父親も乗ってた。うん、失業したのか。なんでこの時間にって。え、ちょっといいっすか、エビフライめっちゃうまい。本当にうまかったか。いや、騙されたと思って一口。騙されたと思って。騙されたと思って。うわ、騙されたわ。食べてないじゃん。え、本当に美味しい。冗談できる。めっちゃ食うよ。めっちゃ食う。ほぼ全部めっちゃ食うじゃん。騙されたなんで、なんで怖い。お前、お前、お前がこれを食べない理由を述べよ。順番じゃん、だって。うん、俺はご飯と納豆とコーラとこれを任されたから責任を持って食べてんだよ。黙れよ。なんか言ってんだけど、今流行りのショートとかのやつ。あ、ショートだな、これ見たことあるぞ俺。これじゃんけん。なるほど。せーの、最初はグッ、じゃんけんぽい。くそくそ。うわ、俺あと1回ってこと。うん、負けた。せーの、最初はグッ、じゃんけんぽい。はい、振り出し。せーの、最初グー、最初グー、パイ。あー、やばい、やばい、やばい。待って待って待って。せーの、最初グー、最初グー、パイ。あー、もう読みやすくてやばいよ。わかりやすかったわ、もう。じゃあ俺ら他の準備するわ。せやな、お願いします。シュークリーム終わりました。はい。なんだこの出てる腹は。一緒やないか。どうだね。一緒じゃない。本当違うな。でもこれ一緒じゃない。あの服、服、これ。いくよ。デブやないか。デブやないか。はい。はい。炭水化物祭り&冷凍食品全部作ってきました。おかしいもん。正式に切れていいですか。どうぞ。でも、まだ考えろよ。切れ慣れてない人だ。ちょっと気持ちないやつだ。
一旦、あ、チャーハンお茶。じゃあ、ワイはドリアにしようかな。違う、あ、なんかちょっと薄そうなチャーハン選んだな。こっちの量、油切ってる。それチャーハンじゃないか。あ、違うのこれ。そう、牛飯。こお前でも、でも人気すぎて復活ってことって嘘こいてちゃうぞ。一口食ってみればあかん。オッケー、じゃあいただきます。いただきます。嘘こいてちゃうぞ。はっ、めちゃめちゃうめえじゃねえかよ。うまいやんけ。うまいんか。ただそこでいい、うん、またねえかよハンバーグがあるけど、うん、これは一人一個ね。残りの一個はおかしい。おかしいじゃんっていう言葉おかしくない。誰かしら1個食べないといけなくてさ、一人入ったんだね。おかしい、おかしい。なんで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 、じゃあタク食べてね。なんでおかしい。タクが食うわけないのにハヤテは聞くやん。で、ハヤテが食うわけないのにタクはハヤテに聞くやん。で、間を取ってショウちゃんが食べる。うぃ、ん、そういうことだよ。友達に俺に起こせって言っただけなんだけど。これ久々のあるな、ギブアップ。その考え持っちゃったらもう手進まなくなっちゃうからアイスはもうパワープレイ。そうだよ、ないよね。え、あとアイスだけ、アイスとゼリーだけ、あと家系ラーメン。あ、殺すなぁ。家系ラーメンなんで選んだんだよ。え、逆切れ知らない、こっちも聞きたいよ。改めて言わせてもらっていいですか。いいよ。センスがね。本当だよセンスがね。おい、あ、きつい。本当に家系だけなくしたい。あ、消えたわ今消えたわもうこの世から家系と言っちゃうやばい、極端すぎる。戻してくれ、すり戻して。あ、ありがとうございます。本当にダメ、俺じゃ背負いきれないほどの罪ですよ。まあ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 お前さ、お前、俺1個食ってしろちゃんも2個食ってんだよ。じゃあお前が2個食えばさ平和的解決じゃないよ。お前1人1個って言ったからな。してただろ、争う選択をするなんて。そうだな。そういう時はそちらが食べる。そうそうで、そちらちゃんが食べますじゃん、うん、食べますって言われた時、うん、もう俺も食べないと思ったら、はい、でかく100万円で一生満ない一生満ないこれ、はい、100万円出します。おかしいだろうな。チャッターバンド、夢使わなくていいからね。うまいな。全然その感想だってないって、その顔は。2時間休憩してるな。いや全然ある。本当に。まあ、でも2時間休憩した後のこれ余裕よ。いやー間違いない。何？待って。何？2時間休憩。なんか降りてきたんだ今。今なんか降りてきた？降りてきたの今。2時間の休憩。これは食えますよ。うん、さっきに比べたらね、見た目は良くなった。まあちょっとレンチンしようか迷ったけどいいです、うん、ほら、もう終わったぜ。お、ナイス。はい、ごちそうさま。はーい、来た。はーい、よっしゃ。長かったな、ここ。アイス以外全部持ってくる。あの、デリーとかトマトとか家系ラーメンとか、うんうん、じゃあ、あと2ターン全部持ってきちゃえばいい。全部持ってくれよ、お前。持ってくいよ、お前。なんか知らんけど1時間休憩してた。というわけで、こちら残ってるもの、すべてでございます。すべて、うん、まあ冷蔵庫の写真だけちょっと証拠で見せましょうか。はい、こちらもう全部ないです。いもうなんかでもここに、まあまあまあいいでしょう。まあ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 、タカが食べてくれるって言うし。まあそうだね。俺はトマト食う、じゃあ食わなくていい。うん、俺ラーメン2枚食います。で、俺トマト食うわ。じゃあ、全部食ってくれるの。だってお前シュークリーム食うんだろ。まあそうだな、俺はタコやから。じゃあいただきます。いただきます。さあ、ラストスパイクだよ。お前の店は潰れると。ああ、終わった。これだから自称ラーメン評論家は。めちゃめちゃデブで、うん、ラーメン評論家って思ってたら、うん、説得力あるでしょ。ないだろ。あるだろ。ないだろ。こいつどんだけラーメン食ってんの。熱力節制やん。ただ今ニット帽かぶっててちょっとポチャっとしてる分だけ一番説得力ある。さつるさんじゃないか。あと一個。デデ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 デカルスカルを怒らせるね。どっちかっていうとセントアムジアスの形だけど。愚か者が。クリスタルは見つかったから、ああ見つからなかったか、アディオス。
じゃあ俺食ったらそれ食わなくていい？アイスいいっすか？いや、アイスも多分冷たくてってなっちゃうから。いや、任せてください。でも、ゼリーが一人、ゼリーが一人。じゃあ、トラストしよう。桃か、みかんか、ミックス。いきます。せーの、みかん。おー、ここは一緒なんか全員。満場一致のみかんでした。じゃんけんぽん、あっこいしょ。今のみんな空気読んだ感じだった。せーの、ピッ。おお、そこは合うんだ。わかりました。おすげえ。俺も終わらない。みんなアイス食べるの早いね。ちょっとクレープとかちょっと溶けすぎてるからちょっと一回しまってきます。最近ジャンボをなんかトースターで焼くのめっちゃうまくなるって言ってたみたい。チョコモナカジャンボ。今日の総カロリーやばくない？わかんないもん。知らぬが仏。偉い。うん、お前急めっちゃ食うやん。やばい、そろそろ胃が本当に限界に来てる。ゼリーはきつめですか？ゼリーきついよ。もう7時間ぐらい経ってる。全然経ってるよ。え、総量でいったら 何キロぐらいあると思う？いや、5あんじゃない。ただ物が戻ったから。まあ、うん。うまっ。おお、ここに来て。さあ、全員残り元一つです。そうに、マジで食える。食ない、食えない。開封。いいわー。わあ、あー、いや結構溶けた。いや、俺その感じできないわ、もう。本当にできない。何もないんだ。おい、あー、最悪なもの見つけてしまった。オレンジジュースがまだ入ってんの。あ、俺もだ、危ね。あー、ジャスミンちゃんもう入ってないな。で、入ってるじゃん。危な、危な。君、俺の2倍食ってるからね。そうだ、俺らもいっぱい食べてるから。うん、報われるべきだよ、君は。最近運ねえから頑張んで、絶力でどうにかしてんで。うん、じゃあ俺が運あげようか。うん、うん。ガコン、ガン、ガン、うん。処理完了。うんちをあげました。うんちだったね。え、うんちだったね。あ、うん、うんの値で。あ、最強じゃん。俺のうんち売れるじゃん。うんちをあげました。最高。食べていいですか？トークつなげてんだから。わかりました。はい、はい、完食。冷凍庫の中身全部完食。いや、時間がね、だいぶかかりました。7時間ぐらい。いや、本当にここ最近一番きつかった。次回はね、誰の家でこの企画やるか分かんないんですけど、もしかしたら違う YouTuber。 おー、そのパターンもあるね。そのパターン、チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。待ってます。3月毎日投稿頑張っているので、皆さん、いっぱい動画を見て拡散の方もよろしくお願いします。お願いいたします。それではまた次の誰々の冷蔵庫企画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。風を切って走ってゆく希望の街へと。本日もご視聴ありがとうございました。いや、皆さんも時間があったらね、お家の中身の、全部の冷蔵庫食べてみてください。何時間か。まあ、皆さんもね、いっぱいあると思うので、ね、何時間かけて家族でやってみるの面白いかもしれません。明日のアクシデンターズはなんと Uber Eats 頼み合い対決でございます。今流行りの Uber Eats 企画です。それでは明日の動画もお楽しみに。